アメリカの歴代大統領で一人だけ生涯独身であった人物は誰でしょう。東大一力の新鋭、ナルセ・シュー。ブキャナン。東大一力の新鋭、ナルセ・シュー。いきなり正解を導き出しました。そうなんです、第15代大統領ジェームス・ブキャナンは生涯独身。そのため在職中はメイがファーストレディを務めました。東大知力の新鋭成瀬がその知識の幅を見せつけました。それでは問題です。これからある生物の目をお見せします。一見難しく感じますが、考える角度を変えると答えは意外に簡単です。ある生物の目はこちらです。まだ出てないよ。まだ出ていない。東大医学部の神の河野玄斗。簡単。ちょっと待って。まだ見てませんが、東大医学部の神の河野玄斗正解。問題も答えもわからん、はい、どういう意味ですか。これ理解不能です。映像を見せる前に答えは意外に簡単ですとかわざわざ言うっていうのが怪しいなっていうふうに思って、で簡単っていう虫がいるっていうことは知ってたので、おそらく簡単じゃないかなっていうふうに思っておしまいました。すごいな、速さとスピード、見事な推測力であります。東大医学部の神の河野。